最近のガンバ大阪の勝ち方がいちいち劇的すぎるので、詳しく解説していこうと思います。この動画はガンバ大阪視点で話を進めていきますので、その点はご了承ください。まずは第33節、ガンバ大阪対コンサドーレ札幌戦。ファーストゴールは前半8分、コンサドーレ札幌、白井晴人選手の先制ゴール。白井選手はガンバの下部組織出身、2018年にトップチームへ昇格するも2021年に退団。ファジアーノ岡山を経て23年に FC 琉球へ加入。24年のルヴァンカップでは自身の恩返しゴールでガンバを敗退に。その4月に決めた恩返しゴールをさらに J1 の舞台でも決められることとなった。下部組織出身の選手が他のチームとはいえ結果を出してくれていい話などとは当然言ってられない。ガンバ大阪はこの試合までリーグ戦9試合連続で勝ち星に見放されており、この試合をもし落としてしまうことがあれば10試合連続となる。ホームのガンバは昨シーズン、一昨シーズンを思えば恵まれたシーズンを送っているが、攻撃の要である宇佐美選手はベンチスタート、0対1のまま試合は進む。状況が変わったのは試合終了直前94分、 VAR レビュー後ガンバに PK が与えられ、64分に投入された宇佐美選手が決める。これでひとまず負けは免れたかもしれない。胸をなで下ろすサポーターたちを尻目に、宇佐美選手はゴールのボールへダッシュ。厳しい表情をピクリとも崩さずセンターサークルにボールをセットした。94分にゴールを決めてなお彼は微塵も満足をしていなかった。そしてさらなる劇的なゴールでこの試合は幕を閉じる。両チームどもに疲労の極致である98分、宇佐美選手の圧倒的個人技により劇的な勝利を収めるのであった。J リーグは10月23日、延期になっていた試合と他大会との兼ね合いもあり、平日に3試合を開催した。ガンバ大阪対名古屋グランパス、対戦相手の監督はガンバ大阪で3冠を達成した長谷川健太監督。フォワードパトリック選手もかつてのエースストライカー、守備の要中谷選手は昨シーズンまでグランパス所属と、なかなかに因縁深い対戦となった。試合は予想以上に早く動いた。前半5分、名古屋のハチャンデが先制、ガンバは早くも追いかける形となった。ガンバ大阪にとって追いかける形になってしまったのは非常に苦しい。なぜなら今季のガンバ大阪のリーグ総得点38は全チーム下から数えて3番目、なんと降格圏に使っている3チームより少ないのだ。しかもその得点の約半分に絡むエースの宇佐美はこの試合天皇杯を控えているためベンチスタート。一人で状況を覆す男ウェルトンは負傷欠場。他の外国人枠もジェバリ、ネタラビともに負傷欠場中。名古屋の長谷川健太監督は現役時はフォワードでありながら、先制後はのらりくらりと相手の攻撃をかわし逃げ切るサッカーを得意としている。それを何よりよく知っているのがガンバ大阪なのである。そんなガンバを救ったのが坂本伊佐選手。ガンバのアカデミー出身で22年にトップ昇格、23年のファジアーノ岡山へのレンタル移籍を経て再デビューとなった今季、ここまで5ゴール9打点ではあるが、もう一押し何かが欲しい。そんな状況で迎えたこの一戦、今シーズンデビューのルーキー尾藤選手が飛び出しチャンスを構築。最後に詰めたのが坂本選手であった。21分、ガンバ同点。さらにその7分後、28分、何かを掴んだのかペナルティアーク周辺で力強く振り切ったそのシュートはリフレクションもありゴールマウスへ。前半で試合をひっくり返す、チームを救う活躍を見せた。さあこれで今度は
今季リーグ最少失点タイを誇るガンバ、逃げ切りにかかりたいところであるが、名古屋もここまで今季18得点決めているというセットプレーからゴールを決める。頭でそらした瞬間に永井選手がボールを目で追っているところから明らかに狙ったトリックプレーだということがわかる同点ゴール。決めた吉田選手は嬉しいリーグ戦初ゴールとなった。再び同点に追いつかれたガンバは60分に宇佐美、鈴木、74分に福田を投入、77分、今日2ゴールの坂本選手にボールが渡る。ガンバに関わる誰もが彼のハットトリックを期待していた。が、それを一番理解しているのが直接相対している名古屋の選手たち。ボールが入った瞬間、彼の周囲、少し離れている選手を含めると5人の選手が坂本選手に注目していることがわかる。しかし彼に気を取られ、最も危険な男から目を離してしまった。宇佐美隆である。今度は一転して宇佐美選手に周囲の視線が集まる。そんな中で一人だけディフェンスの穴に気づき、指示をしている選手が見える。誰だろうか。位置的に先制点を決めたハチャンレ選手だろうか。その指摘は間違ってはいなかったのだが、時はすでに押すし、右利きの彼のために出された最も優しいパスの先にいたのは福田優也選手だった。チュニジア人のジェバリ、イスラエル人のネタラビに躊躇なく絡みに行く。コミュ力の鬼として知られる宇佐美選手は、優也は弟家があるというか、優也はチーム全員の弟みたいな感じ。イサも多分優也のことを後輩と思ってる。優也のことを先輩と思ってるやつ多分誰もいない、いい意味でと語るが、リアルでは姉と二人の弟に挟まれる立派な長男であり、弟の福田翔選手は今季ベルマーレでなんと9ゴールを決めるブレイクを果たしているのも現実の面白いところ。だが肝心の兄は今季初頭に左腓骨筋腱障害の診断を受け、内視鏡での手術を実施。その約3週間後に再度同じ足をねじってしまい、再度リハビリの日々に。ようやく復帰できた時、夏はすでに終わっていた。そんな彼の9ヶ月にもわたる長い孤独なリハビリに報いるかのような劇的なゴールであった。そして迎えた天皇杯準決勝、この試合もご多聞に漏れず劇的な結果となった。対横浜 F マリノス戦、先制はガンバ。まるで欧州のスーパーゴールのハイライトを見るかのような、目の覚めるような山田浩太選手の先制弾。古巣への一撃で幕を開けた。しかし相手は同じくオリジナル10の名門 F マリノス。前半36分、一瞬の隙をついて同点にすると、後半88分、ボールは無情にもガンバの守備の要中谷選手の眼前をすり抜け、一度は一森選手が弾くも松原選手が詰め、1対2。試合の終盤に一気にひっくり返される。残り時間は2分とアディショナルタイムのみ。しかしガンバの劇場はここからが本番である。93分、その中谷選手がまるでセンターフォワードのような位置取りから劇的なヘディングを決める。2対2、同点。2点目を決められたディフェンスリーダーが自らのゴールで試合を振り出しに戻したのだ。そしてこのゴールすら前振りとなった延長後半ロスタイム、試合を決めたのはあの男たちだった。宇佐美のパスを受けた坂本は巧みなドリブルから元日本代表を置き去りにしての決勝ゴール。ゴール後はつった足を引きずりながらもなぜか久保選手のパフォーマンスを披露。ガンバ大阪は延長アディショナルタイムで決勝戦進出の切符を手にしたのである。試合中には VAR の介入もあり、天国から地獄からの天国とアップダウンが激しすぎる試合となりました。試合後坂本選手は、いつもチームの勝利に貢献しようということを心がけているんですが、名古屋戦はヒーローになれなかったので、今日はなれて嬉しいです。試合前から今日は自分がやってやろうと
と思っていたし、その通りになってよかった。前半試合を見ている中で、前にボールを運ぶというところがあまりうまくいっていないように見えたので、自分が少し降りて起点になってチームを前進させる役割というのを意識していました。そこについてはチームとしても空中を飛ぶボールも多くなってしまって、そこまで自分の良さは出せなかったですが、最後の最後仕事をできてよかったですと嬉しそうに語った。試合の口火を切った山田浩太選手は、シュートの形がなかなか増えていかない展開になってしまっていたので、自分も積極的にシュートを打っていこうとリマインドしたところでチャンスが来た。綺麗に崩すというよりも、あんな風にちょっとダイナミックにプレーしようというのは意識していたことだったので、うまく決まってよかったです。正直もっと早く自分の前にボールが落ちてくるイメージでいたら、意外と高く上がっていたし、体勢的にも少し後ろに下がりながらみたいになったので、打つのをやめようかなとも思ったんですけど、思い直してよかった笑い。インパクトとしても蹴った瞬間に入ったと確信しましたと自信を持って語った。ただ延長戦まで突入して、あまりにも試合が長くなったから、僕のゴールのことみんなだいぶ薄れている気がする。結構いいゴールだったと思うんだけどな。とも延長に持ち込んだ中谷選手は、いや、しびれた。マジで震えました。まず88分の失点のところは、正直思ったよりも相手のボールが曲がってこずに、体で止めようと思ったら自分の右側に来ちゃって、足が出しきれずファーサイドに落とされたところから押し込まれてしまって反省していますと反省しきり、その後後半アディショナルタイムの同点ゴールについては、もう本当に鈴木徳馬選手がいいボールをくれました。その直前にも高橋君、宇佐美選手がいいボールをくれていたので、あれも決めないといけなかったんですけど、でも今年はなぜか終了間際に俺持ってるなって感じがあるし、今日も最後まで諦めないっていう気持ちを出せてもう震えました。とにかくサポーターの皆さんに感謝です。延長後半の最後もみんなが一体となって戦えた感じがあったし、あの雰囲気に押されてこれはいけるという気持ちになれた。皆さんの力で勝てた試合だったと思います。最後にタイトルを知る男として、倉田選手、ポイントがありすぎて勝因を一つに絞れへんけど、強いてあげるなら一体感。最後までベンチ含めて、ベンチ外のメンバー含めて、サポーター含めて、みんなの勝ちたいって気持ちがイサのゴールに乗り移った。もちろんイサのゴールも素晴らしかった。ただ僕たちは決勝に駒を進めただけで、何かを成し遂げたわけでも何でもない。めちゃめちゃ嬉しいけど、喜ぶのは今日だけにして、ここからまたみんなで頑張っていきたい。優勝の喜びはこんなもんじゃないから。もう一つの山を越えて同じく決勝へ進出したのはヴィッセル神戸。試合終了。天皇杯決勝は11月23日。皆さん、チケットの抽選の応募はもう済みましたか？ネットの反応。ゴラッソ来た。そんなの決まるか。とんでもないゴラッソ。山田ゴラッソすぎるな。マリノスなんで山田出したの？これは浜のプリンス時短かよ。いくら安心の見切り、実質マリノスのゴール、山田史上最高傑作。これはキーパー反応すら無理。よりによって元プリンスに決められたのか。ナイスクリア。中谷スーパーカバー。中谷すげえ。アンロペやらかした。なんで枠外。それ外すか。ヤンマテ来た。切り返し上手すぎる。ヤンマテっすね。ヤンマテのこのシュートは止められない。切り返しで勝負ありだったな。アンロペの前進とパスえぐい。これはダワンが悪い。やっぱブラジル人頼みのサッカー最高や。マテウスの同時多発。解説、ちょうど裏番組で行われていたリファーレン長崎対鹿児島ユナイテッド FC 戦で、長崎のマテウス・ジェスズが素晴らしいゴールを決めており、横浜 F ・マリノスのヤン・マテウス、柏レイソルのマテウス・サビオ等をまとめてマテウスの同時多発と呼ばれている。ジェスス綺麗に巻いてきた。マテウス祭り。くさ、今日はマテウスの日。いいクラスゲー。タッチでっか。靴脱げばゴールできるんじゃね。山下ってスピードはすごいけど、
スピードだけか？宮市、あかんのか。スピードだけで何が悪い？スピードこそが正義。ガンバ、コネエ、それ決まらないのか。イークラすげー。これ決められんか。イークラ足で書き出したのすげー。マリノス、カレー祭り。イエローカード配給機、溶かした山下、笑う。帳尻のように、イエロー祭り。マリノス、来た。マリちゃん、決勝進出をめ。松原かな。中谷ミスったか。絶望。ガンバ、ヘディング強いやついないから無理だ。中谷くらいか。お前すごいな。来た。おお、ガンバ来た。エースストライカー、中谷。たかし、まだ頑張れ。もう中谷の、ワントップでいいだろ。中谷、そのあたりのフォワードより、うまいやん。中谷、責任取ったか。前に入る動きから、ヘッドのうまさまで、完全にストライカーだった。天皇杯。天皇杯。天皇賞、大忙し。メインは天皇賞なのか。優しい、宮市。何度目かの、いまいち。宮市、空振り三振。なしよ。後ろから言ってる？これはどうだろう。押したでしょ。めちゃくちゃ、もらいに行ったな。踏まれてるのに、ファールもらえないのかな。VAR ないの？ PK でしょ。福田の足首を踏んでいる。VAR がなぜ入らないのか。不思議だね。宇佐美やばすぎるな。こりゃすげえわ。すげえくねくねしてたな坂本。おー、坂本おー、坂本すげえ。久保やろうとしたら押されて微妙な出来になった。見に行った人楽しいだろうな。結局は高志なんだよね。120分超えてあのクオリティを。高志と坂本を褒めるしかない。中村次郎とか富山とか注目されてたけど、本物は坂本だったか。なんかもうガンバが勝ってタカシが泣くとこまで見えてもたわ。報われてほしいなこの活躍っぷりは。北海道コンサドーレ札幌戦では試合開始8分で今季約5ヶ月ぶり2度目の恩返しゴールを決められるも、元祖エース宇佐美タカシがわずか4分で試合をひっくり返し、名古屋グランパス戦では次期エースが覚醒し、帰ってきたみんなの弟分が試合を決め、天皇杯準決勝では88分に勝ち越しゴールを決められたと思ったら、93分に試合を振り出しに戻し、延長後半126分に元祖エースからボールを受けた。次期エースが素晴らしい個人技からのゴールで決勝進出と、振り返ってみても最近のガンバはやっぱり勝ち方がいちいち劇的すぎた。ご視聴ありがとうございました。ぜひ高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。